セルビア・モンテネグロのユーロビジョンソングコンテストでは、セルビアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。セルビア・モンテネグロは2003年にユーゴスラビア連邦共和国から開祖して成立した。同国は2004年大会及び2005年大会に参加した。2004年はジェリコ・ヨクシモビッチが参加し、第2位となった。 2005年には、モンテネグロのポドゴリツァを拠点とするバンド、ノーネームが参加し、第7位となった。ノーネームは、アテネで開かれる2006年大会にも参加する、見通しであった。しかし、ユーロビジョンに参加する、セルビア・モンテネグロ代表を決める、国内選考エブロペスまで、2005年に、モンテネグロ国営放送の審査員らは、 モンテネグロ側の参加者に有利になるよう戦略的に得点配分しており、同様の得点配分が2006年にも繰り返されたため、セルビア国営放送とモンテネグロ国営放送を統括する公共放送連合は審査が正常に行われていないことを宣告し、ノーネームの勝利は無効とした。その後セルビア側とモンテネグロ側で合意が得られないまま、 出場締め切りである3月20日を迎え、この年、セルビア・モンテネグロは、ユーロビジョンへの参加ができなくなった。セルビアでは2006年大会の様子も中継され、視聴者は電話投票にも参加できたが、モンテネグロでは放送されなかった。セルビアとモンテネグロは2006年6月に、国家連合を解消してそれぞれ独立国となり、2007年大会からは、 両国は個別に参加している。セルビア・モンテネグロから高得点が送られた国々、セルビア・モンテネグロに高得点を送った国々、ありがとうございます。